成長のミュージックビデオ反対をを使用し中国人ファンを囲い込みます台湾のヒット曲は中国でもこぞって歌われていますがなんと最近は台湾の国語の教科書まで人気です台湾の国語の教科書がウェイボーに掲載され話題を呼んでいます中国のネットユーザーはとても斬新で見ていて気持ちよいコレクションしたいという声まで登場しています ホットワードにも上りました。ある男性は字が密集しておらず、整理されている感じがあるからではないか。またある女性は文化が蓄積された感じで、美しいからと話しています。中国の国語の教科書と比較すると、台湾は反対字で、右から左の縦書き、また行間やスペースも多く取られ、注釈も書かれているなど、学生にとって読みやすくなっています。 ある国語の先生によりますと、小学校の国語の教科書は、行間は1行以上、中学・高校の教科書では1行は空くようになっています。これは学生が記入しやすいように設計されたもので、教育部の編集の段階でこうした共通認識があるということです。 今回注目を浴びた台湾の国語の教科書、一部では漢体字の方が現代化の表れという声もあり、反対字と漢体字について議論を呼び起こしています。